2020明治安田生命 J1 リーグ第22節名古屋グランパス対北海道コンサドーレ札幌の一戦です。では今日のスタメンご紹介していきます。まずホームの名古屋です。ゴールキーパーランゲラック、以下ナルセ、中谷、丸山、オジェソク、稲垣、米本、前田、阿部、マテウス、山崎となっています。一方アウェー札幌です。ゴールキーパー特別指定選手の中野小次郎、以下田中、キム・ミンテ、福森、ルーカス・フェルナンデス、新野、宮沢、菅、金子、駒井、アンデルソン・ロペスとなっています。前半の45分が始まりました。明治安田生命 J1 リーグ第22節名古屋グランパス対北海道コンサドーレ札幌、そして名古屋チャンスシュートで放つのが山崎です。早速、はい、チャンスをつかみました。まあワンプレー目と言っても過言じゃないですけど、非常にこう山崎は前線からね、こうディフェンスしてから自分のボールにしましたよね。さあ阿部反転、右前田、さあ前田切り返して右足のシュート、中野小次郎ナイスブロック、前田あるか、左足のシュート、さあ押し込んだ、山崎今シーズンリーグ戦初ゴール、前半の11分です。いや欲しかった欲しかった得点ですよね、山崎ね、先ほどの、まあ、まず阿部がねこの福森の3バックの両サイドのところ前田が受けてですよね、ゴールに向かっていって、まあ、またこうシュート打った跳ね返りをまた前田が拾ってからですよね、再三の2度こう二次攻撃のところから、はい、早くこう前田がねこう反転してまたボール奪ってからこのシュートに反応したのが山崎でしたよね、高い位置で奪いましたマテウス、その前に阿部、右に前田です。マテウス前田に預けて左足をシュート、わずかに枠の左、ゴールまでは30メートルという表示が出されています。キッカーはマテウス、直接狙って入った、マテウス2試合連続のゴール、今シーズン5ゴール目、前半の45分です。名古屋追加点、狙ったボール、ヘディングシュート、高峰を狙ったボールでしょうか。いやこのキックのボール質も良かったんですよね、はい、クロス入る、これだ、後ろからシュート、稲垣、さあ縦にマティウス、中に金崎、そして奥に相馬、上がってきた後ろ稲垣のシュート、3点目、稲垣今シーズン2ゴール目、後半の34分です。名古屋19節清水戦以来の3点目、こうしっかりと、ね、ボールを動かしながらこう前の、ね、
あの空いてるスペースというのを伺いながらの攻撃でしたね。はい、柔らかいボール。ここで試合終了のホイッスルです。名古屋はこの山崎の先制点から3点を獲得しました。名古屋が3対0、今シーズン2度目の3連勝ということになりました。